リバース3-0されて今どんな気持ちですか。勝った方が偉いからこのゲーム。うん、え、どうします？これ3先でもいいですよ。3先でもいいっす。3先にする？いやもう任せます。じゃあ3先やってあげるか。そんなにやってほしいなら、じゃあ3先やります。いやまあどっちがいいのかな。はい、3先でやります。早くしてください。でもそんなに3先がやりたいなら、向こうが3先言うんだもん。だって俺だって負ける前にも言った、もし俺が2回負けてももうそれは負けを認めますって言ったのに、3先じゃなくていいんですかって言うから、じゃあ3先でやります。向こうから言ってきた。俺は2先でいいっつってんの。負けても2先でいいっつったのに。早くしてください。負け認めろや。いや俺これ被害者だろ。負けさせてくんない。繋ぐか。
今これあれだね、相手一旦今深呼吸してるね、相手今しばらくお待ちを。待てません、時間切れです。大会ルールは30秒ですよ。あ、来た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 。時間とかあるんだな、ちゃんとした梅村なんかそういうのちょあるか。すぐかけよう。あ、電話に出てくんね。あ、通話切られた。通話に出てくれないんだけど、試合が終わったら電話するっていうルールだったのに、こんな時間に電話かけてくんなって言ってる。あ、もしもし、あ、すいません、すみまして、どうだったんですか。あ、すみません、梅木って言うんですけど。あ、はいはいはい、はい、あ、間違えちゃいましたよね。え、あれですか、ブラッシュゲーミング総会参加されてた梅木さんですか。あ、そうです、そうです、そうです。あ、これは今は、はい、誰の通話に繋がってるんですかね。はい、あ、今あれですね、武藤と申します。武藤私、武藤と申しますが。あ、なるほど。じゃあ、うつぼともさんにかけたと思ったんですけど、武藤さんっていう方に、はい、あ、そうなんですね。あ、伝えたいことがあったんだけど。あ、一応、まあ、こちらから、武藤から、つぼつぼの方に。
伝えさせていただきますけど。あ、あ、本当ですか。あ、まあ今どんな気持ちって言っといてください。俺は日本選手負けた時にもう素直に日本負けたよって、あのそれで諦めるって言って、でしかも2本負けた後に3本選手やらなくていいんですかってそっちから聞いてきて、俺は仕方なくまず3本選手でやりますって言って、でリバース 3-0 されて今どんな気持ちですかって言っといてください。今一番ちょっと伝えたかったんで、それだけちょっと、はい、とりあえずあのレイドはもう本当にいらないんで、いらないんで、もうレイドはいらないです、もういらないです、僕が悪かったですすいませんでした。はい、分かりました。じゃあ結局つぼつぼさんっていうことでいいですね。すいませんでした。はい、じゃあつぼつぼさんにレイドします。せめてもの、でも今レイド来たら多分僕煽られます、僕煽られます、多分それはもうしょうがない、僕煽られるだけだと思いますそれはもう受け止めよう、もうしょうがないこの試合はもうプライドをかけた試合だったからということで今回は僕の勝ちということで、あ、今回はね、そう、今回はね、今回はね、今回はそう勝った方が偉いからこのゲームというわけで、俺は気持ちよく寝ますありがとうございました。